おはようございます。緑茶でございます。朝食と参りたいと思います。早速、本日のメニューでございます。まずは、ご飯、味噌汁、納豆、卵、そして今日はスペシャルメニューといたしまして、こちらのレバー、みかんの缶詰。本日はこういったラインナップで朝食を食べていきたいと思います。レバーはね、全部食べませんので、一部だけという形になります。はい。じゃあまずね、また準備しましょう。ね、食べる前にまず準備をしないと。していったね。まず卵だね。めんつゆ持ってきますね。めんつゆね、まあ昆布つゆですけど。あとね、こちらの美味しいお茶、納豆ですね。もうね、最近手抜きって言ったらあれかもしれないけども、撮影ね、全部ね iPhone でやってるんですよ。まあ、正直言ってね、その音質とか画質はもちろん今まで撮ってた Z50 で撮った方が断然いいんですけども、セッティングのねめんどくささ、それ考えるとやっぱりね、iPhone で撮っちゃった方が楽なんですよね。はい、特にこういう食卓なんかはね、あんまり広くないのでね、狭いところで撮影しますので、ね、もう iPhone が楽という形になってますね。はい、じゃあ早速ね、かき混ぜていきたいと思います。まだ準備段階ですからね。ご飯を食べる、まだ準備段階でございますね。ちょっとね、今日、ご飯がね、結構大盛りなんですね。なんでかっていうと、炊飯ジャーがね、残ってた
炊飯ジャーに残ってた米ね、全部乗っけちゃったんで、持っちゃったので、中途半端にね、残してもさ、また保存するのめんどくさいから。混ぜていきましょう。スプーン最初から用意しておきます。落とすんだよな。これわざわざじゃないですからね。ガチですから。今日はねご飯の量が多いので、前回みたいに。卵はね、ひたひたっていう感じにはならないですよね。卵3つでもいいくらいだったね。多分ね、ご飯の量的には前回の 1.5 倍から2倍近くあると思うんで、食えるかな、こんなに朝から。じゃああとここにね、納豆を投入してまいりたいと思います。なんかいつも小指がさ、なんかおかしいんだよね。映ってる姿見るとさ、まだこうやって握った方が見栄えいいかもしれない。今画面見てたら手元狂ったわ。しかもさ、なんだろう、画面のさ、そっちの奥に行くんだったらいいんだけどさ、奥っていうか画面の方にね、こぼれないとね、手前に落ちちゃったからね、ハプニング的に美味しくないな、絵的にね。適当に美味しくないんだ。もうこういう風に混ぜてみようか。こういう風に握って。意外とこの方がやりやすかったです。はい、今日は納豆全投入。でーん。ついちゃって。納豆汁っぽくなっちゃうけど。
はい、これで準備が整いました。ということで、いただきまーす。ここまでで10分かかってんじゃん。無駄に長い VTR になっちゃう。 VTR って言い方あれだよね、動画で、ね、またね、昭和のおじさんって言われちゃうから。TKG は美味しいね。ウィズ納豆だね。フューチャリング納豆か。なんで TKG フューチャリング納豆。新しいバンドかなんか。だったらさ、ちょっとバンドっぽくするんだればさ、TKG with N みたいな、そんな感じでいいんじゃない？NT でもいいかもしれない。フューチャリングってなんだよって話。TKG プラス納豆プラス味噌汁、これ最強でしょ。ちょっとね、ここに漬物がないのがちょっと残念なんだけどね。ここにあと、なんか白菜の漬物かなんかあれば完璧なんだけど。ちょっとね、用意してなかったので。ちょっとさ、カット編集してさ、パクパク食ってるとこだけつまんでみる？食べる速度速くないから結構ゆっくりめに食べていきますよね。はい、これ納豆の部分は終わりましたね。納豆パート終了。うん、じゃああとはレバー、レバーエンディングストーリーを食べていきますか。親父ギャグね。さっき暑くなってきたからさ、多少涼しくなったでしょ今ので。じゃあレバーもね、いただきますよ。TKG with レバー。うん、うまい。柔らかくね、こう煮てあるんでね、めちゃめちゃ美味しいですね。レバー柔らかく煮るって難しいよね。どうやって煮てんだろうね。
レバーって肝臓だよね。レバーはね、鉄分が豊富で、でそれこそ脂質が少ないので、タンパク質はどれくらい含まれてるか分かんないですけど、ただね、とにかく鉄分が大量に含まれてるっていうのだけは間違いないと思うので、こうね、貧血気味の女性の方なんかに、ね、いいんじゃないですか。ただね、女性の方結構レバーに当てっていう方もいらっしゃるので、ね、そのあたりまたまた難しいかもしれないですけどね。でもね、血を作るっていう意味では非常に大切な養分でございます。鉄分もね、しっかり補給していければなと思いますよね。で、iPhone ですけども、まあ、こうやってね、動画を撮ることを一応想定はしていたので、まあ、容量のことも考えて、一応ね、128GB のバージョンを買ったんですよね。そしたらもう結構撮れますね。で、バッテリーもね、あんまり食わない。撮影してて。うん。思ったよりね、消費しないっていうのがすごいなと思って。ただまあ iPhone でね、やっぱり撮ってるんで、どうしても音がね、先ほど言ったように、よろしくないですよね。まあ、よろしくないっていうか、Z50 に比べればって話で、普通に撮る分には全然問題ないですよ。うん、それでね、外部の外付けのマイクを買ったんですけども、まあ、それがね、一悶着ありまして。そのあたりのレビューも含めてね、今後やっていきたいと思いますけども、普通のマイクとしては使えます。 Android も普通に使えます。ただし iPhone ではすんだり動かなかったとね。それでね、ツイートでゴミだわこのマイクって言ったんですけども、原因はマイクじゃなかったんですよね。マイクが壊れたとかじゃなくて、こう、iPhone との相性って言ったらいいのかな。うん、そこの部分だったんで。ただまあ使えるようになったんですよ。うん。使えるようになったんですけども、そのまあマイク自体がね、しょぼいので、正直言って音質良くなかった。むしろね、ダウングレードしたくらいの感じ。まあ、風防がついてるんでね、外で撮影するときとかね、ちょっと風吹いてるときなんかはあった方がいいかもしれないけど、もっていう程度で、特にね、Z50 につけたときの音質の悪さ、びっくりだったね。まあ、悪さっていうか、Z50 自体がね、12、3万するようなカメラですから、そこについてるマイクが性能悪いはずがないんですよ。はっきり言ってね。なんで、それと比べたら、ね、たかが2000円、3000円のマイクが勝てるわけないんですけども、まあ実際ね、つけて聞き比べてみたら、低音部の表現力がね、弱かったね。
特にね、Z50 は低音部拾ってくれるので、すごいね、こう、重みのある音質になるんですよね。スマホ、うん、Android のスマホとか、あとこの iPhone にして言えば、そんなには気にならないほど、大差はないです。うん、やっぱりちょっと、低音部、まあ弱いかなっていう感じはあるんですけども、まあそこはイコライザーかなんかでうまく調節すればなんとかなるかなレベルなんですよね。うん。なので、まあ、本当ね、その外部マイクに関して言えば、外で撮るときの風防、ね、風防をつけて風切り音をなくすと。いうためのマイクみたいな感じですよね。音質を良くするためのマイクというよりも、ね、雑音を拾わなくするためのマイクという感じなのかなと思います。前もね、ちょっとお茶のレビューしましたけども、あったかいお茶と冷たいお茶では、そう、ランキング違うんですよ、自分ながらね。で、前ね、ランキングした時に、生茶が1位と言いましたけども、あれはもう味覚の上での1位でございます。消費量1位はこちら。実は。ね、この CGC グループの、美味しいお茶。これがね、いいんですよ。90円ですから。たまに100円とかありますけど。ね、2リッターですね。2リッターで、90円、100円ということですから。でね、何が一番いいかっていうと、渋み、えぐみが一切ないんです、これ。うん。そこがね、いいところ。じゃあ薄いのかっていうとそうではないんですよね。うん。しっかり緑茶の味はあるんですけども、そこから渋みとえぐみを取ったということで、まあ言ってみれば水代わりに濃く飲める。非常にね、飲みやすいお茶でございます。だからちょっと苦いお茶が苦手っていう方は、いいかもしれない。あとこのシリーズで麦茶もあるんですよ。そっちもね、非常に飲みやすい。で、お値段もね、やっぱり同じ90円、もしくは100円、いうね、お値段になっておりますので、この CGC グループの、ね、お茶を売ってるお店だったらどこでも手に入ると思いますので、ぜひね、お買い求めになってみてはいかがでしょうか。緑茶さんおすすめのお茶でございます。ちなみに CGC グループからお金もらってるわけではございません。もう個人の勝手なレビューですからね、これはね。こちらね、みかんの缶詰なんですけども、なぜね、これがあるかっていうと、先日おいっ子めいっ子が遊びに来たんですけども、その時になんかおやつ食べたいとかつってね、うん。で、あんまりいいのはなかったので、じゃあ缶詰だったらよ、つって。で、みかんの缶詰好きだっていうから出したら、まあ、ほとんど食べずに帰っちゃったので、それで余ったやつもね、ちょっと冷蔵庫に入れておいて保存しておいたんですけど、すっかり忘れてて見つけたので今いただこうかなっていう感じですよね。うん。いいね。たまに食べると美味しいね。まあ、この状態にね、ゼラチンでさ、入れてさ、固めて、ゼリーにして食べるっていうのもね、よくレシピで見ますよね。だからちょうどこういう器に入ってればさ、作って、できたらこう、さらにポンと逆さまにしてね、食べるのもいいんじゃないですか、今の季節。これからの季節ね。
めんどくさいからやらないけどな。ぜひやってみてください。ね、気軽に作れる具沢山のゼリーいいんじゃないですか。だってこれだけの量のさゼリー、これだけの量の入ってる、これだけの実が入ってるねゼリーを買おうと思ったら、だってこれスプーンで 2すくいくらいでしょ、普通のこれくらいのゼリーに入ってるやつ。だからそれ考えたら、缶詰一つで作ったら、市販のみかんゼリーの3つ分くらいにはなんじゃない、最低でも。3つ4つ分くらい。で、1個200円と考えれば、で、3つ分って考えれば600円でしょ。それを100円の缶詰で作れる。まあ、あとゼラチンね。プラスですけど、それで作れると思えば大変リーズナブルなんじゃないですかね。で、またこのシロップがいいしね。シロップがまたね、美味しいんだよね。やっぱりこのフルーツ系の缶詰の中で、やっぱりみかんが一番美味しいよね。桃とかもあるけども、うん。やっぱりみかんがシンプルに一番美味しいかな。本当はよろしくないのかもしれないけども、やっぱりこうシロップね、もったいないもんね。いただいちゃいます。みかんジュースなんだよね。どんなオレンジジュースよりも美味しいと思うんだけど、デザートまで行っちゃったね。もうこれね、朝から大変高満悦なメニューでございますね。はい、ということでね、まずはごちそうさまでした。大変ね、美味しくいただきました、はい、ということで本日の朝食はここまでですけども、大変ね充実した朝食だったんで、まあ夕食はシンプルでいいかなと、ざるそば程度でいいかなっていう感覚ですね。もうレバー食っちゃったんでね、もうこれ夕食のメニューですよ、はっきり言って、うん、ね。ということで今日は特に何のオチもなくですけどね、終わりたいと思います、はい、まあこんな感じの動画をいつもやっておりますので、よかったらグッドボタン、またチャンネル登録の方よろしくお願いいたします。はい、ではね、また次の動画でお会いしたいと思います。では皆さん、さようなら、バイバイ。